カップルであっても、一人でね、ソロでやるにあたってもですね、それでですね、まず、ワルツの初級風船の最初の方、これだけでもいいですからね、一回、まっすぐにね、進んでみてください。でどんなものを一回やっておきますと、まず、こうやって進んでいきます。右足交代から、フリー、ナチュラルから、ワン、ツー、フリー、スピンから、ワン、ツー、リバースター、ワン、ツー、スリー、リバースター、ワン、ツー、スリー、リバースター、ワン、ツー、スリー、ホイフク、そしてシャッテ、ナチュラルターン。これがワルツの初級ルールですね。もう一回向こう進んでいきます。スリー、ワン、ツー、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 スリー、ホイフク、ワン、ツー、スリー、シャッテ、ツー、ツー、ツー、ナチュラルターン。ここまでよく結構です。まあ、この後でスピンが入って、カーリングロック入ってというふうに、まあ、なっていきます。それもね、場所があったらどんどんまっすぐ、まあ、ここからスタートしてもらってもいいんですけどね、まっすぐに進んでいく練習、回転量とかを一切無視して、まっすぐに進めるかどうか、ここのところが非常に大事になってきます。推進力、とにかくまっすぐ、まっすぐ、どん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 進んでいけるかということですね。はい。この練習をしっかりやっていきますね。正しい体の動き方っていうかね、無理のない体の動き方が身についてくるんですね、これが。どういうわけか。はい。それでは、ちょっと音楽かけてね、やってみたいと思いますね。あまりね、最初のうち音楽かけなくていいんですけども、音楽かけて気持ちいいとね、それを何回も繰り返していただければ。進むことを一回やっていてください。推進力の勉強になります。一つよろしくお願いします。